どうも、清水です。今日はですね、ちょっと久しぶりのトレイルへやってきました。この間ヘクラーを買いまして、買うときに真っ先に思いついたトレイルが今日今から行くトレイルになります。で、まあ、どんなトレイルかっていうとですね、基本シングルトラックで、頂上までアップダウンのある、ところを走っていって、頂上からは基本下りで下っていくというところになるんですけど、路面も割と綺麗で走りやすいので、この E バイクで走るとおそらく最高だなというトレイルになります。で、今ですね、ずっと片手で喋りながら登ってるわけですけれども、今までだったら考えられないこの一番きつい区間を喋りながら、しかも片手で登っていけるという素晴らしいマウンテンバイクです。じゃあちょっと行ってきます。さあ、入ってまいりましたね。いやー、これ、多分絶対楽しいです。ヘクラーも E バイクもですね、どこでも行けるっていうわけではなくてですね、やっぱ不向き不向きのトレイルがあるなっていうのを、ここ何週間か乗ってみて感じます。やっぱりこう押し上げがどうしても必要なところが多いトレイルとかですね、例えば沢を渡ったりする必要があるところとか、あと大きな石がゴロゴロしているようなところは乗っていくのが難しい場合があるので、そういうところはちょっと向かないなという感じですね。こういう今走ってるような綺麗なトレイルはすごく楽しいですね。本当にこう登りまで楽しくなっちゃうっていう不思議な乗り物です。バイクでいいんじゃないっていう人もいたんですけど、やっぱちょっとそれとは違うんですよね。自転車だから楽しい、自分で漕ぐから楽しいっていうのがあるので、バイクに乗りたければバイクに乗ってるので、そことはちょっと違う感じですね。楽さを求めてる、半分楽さを求めてますけど、そこだけではないという感じですね。よいしょ。ここが危ないんですよ。よっと、あだだだだ、はい、いえ、何回も落ちそうになりますよね、あそこ。よいしょ。こうちょっとこう漕ぐのが難しい場面とかが出てくるんですけど、E バイクの難点、シマノのユニットの難点かもしれないんですけど、ラジェッティングというこうちょっとしたテクニックがあるんですけど、こう足を一回転せずにこうシーソーみたいに足を踏んでトルクかけていくっていう漕ぎ方があるんですけど、それがちょっと難しいですね。そこ踏んでからトルクがかかり、チェーンにこうテンションかかるまでにタイムラグがあるんで、なかなか難しいなぁと思うことがありますね。そこをちょっとこう上手にクリアしていくかっていうのもまたテクニックの一つかなという感じですね。
こういうとこですね。オフキャンバーって言うんですけど、危ない危ない危ない。路面が水平ではなくって斜めになってる。ああ、ダメだった。ここ、こう見てまた分かりますか。こう路面がですね、谷の方に向かって斜めになってる。そのまま走ると滑り落ちちゃいそうなのをオフキャンバーって言うんですけど、そういう路面だけですね、山側にペダルが当たりそうになることがあるんですよ。そういう時にこう下までペダル持っていくとペダルが地面に当たっちゃうっていう場面で、こうラチャッティングが使えるとすごくいいんですけど、それがちょっと難しいという感じですね。であとはですね、特にハイモードの時なんですけど、トルクが強すぎてですね、不意に加速して思わぬ方向へ走っていくっていうことがあるので、そっちじゃない、そっち行きたいんじゃないっていうこともちょいちょいあります。それはもう慣れとは思うんですけど、ちょっとこう慣れがいるんだろうなっていう感じですね。こう E バイク独特のテクニックというかが必要なんだと思います。おお、ここまで基本的には足がつくことはあれど押して登ることなく第一関門突破しました。うわあ、なんてことだ、めっちゃ楽しい。はあ、こっからですね、上りと下りをなんていうんですか、繰り返しながら、てっぺんまで行くっていう感じですね。では行ってみましょうか。行きます。いきなり来た、この上り返し、ここもいけるぞ、いけたぞ。素晴らしい。いやー、やっぱりこの降りなくていいっていうのはすごくいいですね。押さなくていいっていうのはもう最高ですね。うわ、なんか踏んだ。いや、いけるか、いけるか、いけるか。あー、くそー、ここはなかなか難しい。リスタートできるかな。あー、やっぱ難しいか。これリスタートできるのか、恐ろしいな。
そ、なんとか行きたい。あー、くそ、くそ。ダメか。お、行けた行けた。行けた行けた。お、行けた。おー。この、ウィリーしてしまうのと、トラクションをかける狭間で、行くのが、なかなか、ドキドキしますね。ちょ、うまくいただきはすごく気持ちいい。下りにはない、楽しみ方ですね。さあ、また来ました。ギクシャ。もうここまで来た。めちゃ早い。時間3分の1とか4分の1ぐらいじゃないかな。うわ、素晴らしい。到着しました。おー、ほら、ここちょっと開けてる。誰か綺麗にしてくれてますね。いや、気持ちいい。じゃあちょっとお昼にしましょうかね。ジャンジのこのとこ全部開くんでめっちゃ楽なんですよね。奥に閉まったら全部ペッてテークッカーに音が起きるですね。今日はイタラーメン、うん、久しぶりに食べてきて、今日も何の反省もなく水1本だけしか持ってきておりません。こぼさは終わりなんですけど、今日はよくこぼさない。よいしょ。で、前回と違うのはですね、こちらですね、より食べやすいようなものを持ってきました。ちょっと便利なものというか、前よりもパワーアップしてるんでこぼしません。じゃじゃーん。外のテーブル、ちょっと商品名忘れちゃいましたけど、デーンとワンタッチで開くんですよ。いいでしょ。で、空港、今日は風あんまないんですけど、一応ウィンドシールドっていうんですか、電2話電を入れまして行きたいと思います。はい、はい、はい、これで OK。 はい、よいしょ。これにですよ。まずはこれ全部入れちゃおう。これいけんのかな。さあ、さあ、しばし。いや、おりません。よいしょ。
ここがなかなかの難関、乗ってなかなか登れない。危ない危ない。なんか思いと思ったらエコになってた。山の中は山の登りはもうハイモード一択ですね。よいしょ、いやー降りてきた。いやはあ、降りてきました。ですね、やっぱりここのトレイルは最高です。もうほぼ乗車率 100% で行けるので、もう何周でも疲れて走れなくなるぐらいまで走り放題ですね。なかなか面白いトレイルです。はい、やっぱりこのこういうアップダウンの繰り返すトレイルではこのヘックラーがとてもいいですね。はい、これ最高の相棒になってます。じゃあまた。